皆さんこんにちは、 SGP フォレスター TV です。さて今回はですね、新型レヴォーグをテーマにお届けしていきたいと思います。新型レヴォーグは2020年の秋頃に発売予定となっておりますけれども、おそらく多くの方がねとても楽しみにしていると思います。個人的にもね、買う買わないは別としてやはりねとても気になります。それはなぜかというと、レヴォーグっていう車は自動車メーカースバルにとっての主力商品であって、さらにスバルのね今後を占っていくっていう意味でもとても大事な車だからです。そしてこのレヴォーグに搭載される新しいものがおそらく今後のねスバル車にも展開されていく可能性は十分にあるので、フォレスターに乗っている私から見ても大変興味深いものです。今回発売される新型レヴォーグには新しいものが5つ装備されます。それは何かというと、1つ目新世代アイサイト、2つ目高精度マップ&ロケーター、3つ目コネクティッドサービス、4つ目 1.8 リッター水平対向直噴ターボエンジン、5つ目 SGP フルインナーフレーム構造。この5つが新型レヴォーグに採用されるとアナウンスされてます。さらに2020年の東京オートサロンでは STI スポーツにドライブモードセレクトが採用されるというねアナウンスがありました。これらのね新しいものはまだ使ってもないし触ってもないので、どれほどのものなのかよく分かりませんけれども、まあおそらく期待して間違いないだろうなというね、そんな印象はあります。私はですね、一つとてもとても気になっているものがあります。それは何かというと、デイライトです。この新型レヴォーグには C シェイプのポジションランプ、いわゆるコの字ですよね、この字型のポジションランプと一灯式のハイ&ロービームを組み合わせたフル LED ヘッドランプが採用されています。最近の国産車にもポジションランプが反転してウィンカーになるっていうヘッドランプがね増えてきていますが、これらの車ってそのポジションランプがデイライトになっていることが多いんですよね。今回の新型レヴォーグもポジションランプがデイライトになる可能性っていうのは秘めているんですけれども、果たしてねスバルがそれを採用しているのか採用していないのか、個人的にねすごい気になってます。この字のポジションランプっていうのはボクサーエンジンを象徴する形でもあります。これまでのねスバル車はデイライトの代わりに、ディーラーオプションのねアクセサリーライナーが、ラインナップされていますけれども、ちょっとねやっぱりあのアクセサリーライナーだと、せっかくこの字のポジションランプを持っているのになんかちょっともったいないなと思うんですよね。できればやっぱりあのコの字のポジションランプをデイライトにして、ここにはボクサーエンジンが入ってますよというね、アピールをしてほしいなと思います。おそらくですね、もうそろそろ、公式にアナウンスされていた以外の情報が、出てくると思いますので、個人的にはデイライトの位置を早く知りたいなと思っています。ということで今回はですね、新型レヴォーグをテーマにお届けしてまいりました。このチャンネルではですね、すでに東京モーターショー東京オートサロンで新型レヴォーグプロトタイプの、撮影をしておりまして、すでに動画で配信しております。まだですねご覧になっていない方は概要欄に URL がありますので、そちらからですねぜひ新型レヴォーグをチェックしてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしてます。